皆さん、こんにちは。私の話を聞いてきてくださり、本当に心から感謝しております。今日は、多文化、多民族、共生、日本の話をしたいので、最後まで人間の心で私の話を受けてください。それからもしご感想やご質問あったら遠慮しないでどうぞ。では始めます。生き物すべて平等である。その生き物の中の人間はみんな平等である。私たちの地球はただ一つです。このただ一つ地球の中で人類はみんな兄弟の仲良くしましょう。しかし人類はみんな兄弟の仲良くしましょうというメッセージが世の中に足りないので、毎日いじめや暴力、差別、虐待、虐殺、あるいは戦争が起こります。危なくない社会を作るために私たち人間はまず歴史を学ばなければなりませんと思います。私たち人間の歴史は長いのです。その長い歴史の中でいいことはたくさんありましたけれども、残酷なこともたくさんありました。人間はいいことができる、でもなぜ残酷なこともやるのでしょうか。まあ、僕が考えているのは、心の教育が足りないから人間が残酷な歴史の中で最もむごたらしい世紀は20世紀でした。戦争の世紀でした。まあ、私はですね、幼い頃から漫画より歴史の本を読んだり、漢字の本を読んだり、キング牧師の本を読んだりしました。私は学校での歴史の勉強だけじゃなくて、自らいろんな本を読んでから歴史を学びました。もちろん第二次世界大戦の時は残酷なことが起こりました。ドイツの例を聞いたら、少数民族ユダヤ人を中で女性、子どもたちに言います。私はですね、なぜ人間は違うものをですね尊重したくない。少数民族って悪いではないですよね。あなたたちは違う、あなたたちの見た目は違う、私たちの信じるものは違うから、私と一緒にはダメ。それだけじゃなくて殺すものですよね。もちろん自分自身もカナダ人ですけど、カナダの社会の中で私は少数民族です。どの社会の中でも今は少数民族が出てくる。だから
残酷なことが起こらないように歴史を学んで、それから多民族多文化共生、それから心の教育を特に子どもたちに限ったら、そういう残酷なことが起こらない平和になる。私は12年前に日本に来る前には日本の文化にはものすごく興味があった。一冊の本を読んでからですね、日本に興味があった。カモンチョイの往生記です。もちろん英語で読みましたけど、最初から最後まで本当に心の中に入ってました。その本の中の最も印象的な言葉はですね、湯川の流れを大事にして、しかも元の湖にあらず、その深いな。この言葉だけ踊ったら哲学ができるんですよね。あるいは何でもまで緑川の流れみたいです。人間も緑川の流れみたいです。生まれてからちっちゃい。で1歳になり、2歳、3歳、10歳。元には戻ることができない。それだけじゃなくて、世代も時代も変わる流れになります。人間も民族も多分、今日は大和民族は日本に住んでいるかもしれないけど、大和民族の出す日本に住んでいるかもしれないけど、200年後は他のところに行くかもしれない。だから私は本当に鴨の町が素晴らしいなと思って、できればある意味ね、鴨の町の国に行ってみたいなと。まあ鴨の町の本を読んだ時は18歳です。それから25歳の時は日本に来てました。日本に来てからすぐ、もう日本はやっぱり綺麗な国な、日本人も優しいな、その時私は日本語はできなかった。英語で話して、日本人は日本語で話す。質問したらわからない時もですね、一生懸命辞書を引いてからね、私に答えを出す。もうすぐ私はね、筑後市でね、はい、入ってきましたから、私はやっぱ私もまあ筑後人なと思ってね、最初から私はできればね、ずっと私は日本に住みたいなと思って、最初からですね。でお裾分けもいっぱい日本人のね、だから山に行ったら、私たちは、私はの家族は筑後に住んでるけど、筑後には山ないけど、筑後からですね20分ぐらいで車で行ったら立花、それから星野で上流のところがあります。山がきれい、竹の山がね。で春になったら友達から電話ができて、竹の子掘りに行ったりとか、ああいいな。最初はもちろん私の妻は日本人です。まあ大和民族の日本人です。で私は日本に入ってきてから1年後、私の人